平日の夜、お米が炊けるまで軽い運動、これがストレス発散だったりする。小松菜2株、卵2個にマヨネーズを大さじ1くらい、ごま油大さじ1、半熟まで焼いたら一旦取り出す。小松菜をしんなりするまで炒めて、酒大さじ1、鶏ガラスープの素小さじ1、卵を戻して炒める。いりごまをかけて完成。ごま塩をかけそうになった。出来上がり。小松菜と卵の中華炒め。ネギの味噌汁。大根サラダ。コシヒカリ。先日、新宿駅のホームでトラブルを見かけた。料金がかかると知らず特急列車に乗ってしまった人が、料金を支払いたくないと駅員さんと口論になっていた。その時ホームで電車を待っていたスーツ姿の男性が、この貧乏人がと大きな声を上げた。口論になっていた二人は特に反応せず揉めている。怒鳴っても反応がないとなんだか気まずい空気で、男性は小さく鼻で笑っていた。電車が来て怒鳴った男性と僕は同じ車両に乗った。男性を見てみるとつり革につかまり外を見ている。男性は声には出さなかったものの、外をにらみつけながら、この貧乏人がと小さく唇を動かしていた。
少し笑ってしまった。氷が切れていた。やっぱりあれですね、三木谷さんネタは一般にはそんなに